様々な職について書かれている求人誌や求人サイト。しかし、日本にはそれらを眺めているだけではたどり着けない裏バイトと呼ばれるものが存在します。どうも、こんにちは、リンです。今回は、求人誌や求人サイトには載らない裏バイトを4つご紹介いたします。この動画をご覧になったあなたは、ぜひコメントや評価をお寄せくださいね。では、行ってみましょう。ね、と、ざ、ん、ま、い、ネタ三昧。追い出し屋。追い出し屋とは、賃貸住宅の家賃を滞納した入居者に対し、嫌がらせ行為を繰り返して退去を迫る職業のこと。主な手口としては次の通りです。住居の入り口の扉に人の目にも触れるように、家賃を支払っていない旨の書かれた張り紙や催促状を掲示する。入居者が不在のうちに合鍵で侵入し、承諾もなしに家財を処分する。後日、滞納分の全額を支払っても、家財の返品や賠償もしない。法的な手続きを踏まずに、玄関の鍵や錠前を交換、追加し、入居者が玄関を開けられないよう住居から締め出す。中には、絶対に出ていかないと言い張り、柱などにしがみついたり、泣きながら、お願い、明日ちゃんと支払いますから、と許しを請う人たちもいます。しかし、追い出し屋はドスの効いた声で、出てけ我れと、暴力団のように言い放ちます。そして、勝手にドアの鍵を交換したり、部屋の中の家財道具を勝手に処分するなどして、強制的に追い出すのです。近年では、こういった追い出し行為は違法という判決が出ていますが、完全にはなくなっていないようですね。年末年始の巫女さん。服装に魅力を感じる方が多いようで、かなり人気のあるアルバイト、巫女さん。正月等の繁忙期には、神社の大小に関わらず、臨時の巫女さんアルバイトを採用しているところが多いです。この巫女さんアルバイト、一般的に神社では、バイトと呼ばず、除菌や除務と呼称されています。一般的なアルバイト求人誌や求人サイトなど募集が出ることはあまりありません。仕事内容は販売のお仕事。つまり、売り子がメインになります。参拝者にお守りや浜や、おみくじを販売するお仕事が多いようですね。巫女バイトの拘束期間は神社によって様々。12月28日くらいから事前準備のために拘束されることもあれば、31日の夜集合、三が日までという場合もあります。例えば、東京都の富岡八幡宮の場合、勤務期間は12月31日から1月7日のうち、元日含む3日から4日間できる方。勤務時間は8時から18時の間で8時間程度。大晦日、元日は24時間交代制です。給料は時給制だと大体700円から1200円。日給制だと大体8000円から1万円が相場。勤務の際はネックレスやピアス、茶髪、パーマ、時計、携帯電話、マニキュア等は禁止です。実際に面接や説明会に行くときも、なるべく髪は黒髪で、化粧や服装は派手ではないもので行きましょう。また、大晦日から一晩中寒い中奉仕し続けるということで、防寒対策をきちんとしないと風邪をひきかねません。巫女装束だけでは寒さはしのげないということで、多くの人がヒートテックやカイロを貼り付けています。巫女さんになる人は寒さにはくれぐれも気をつけて。結婚式の代理出席。新婦側の席にはたくさんの友人が座っているのに、新郎側には親族だけ。新郎の交友関係がなんとなくわかる出席状況です。そんな時には、代理出席バイトを頼み、席を埋めてバランスをとっていたりしているそうです。代理出席を専門に扱う会社がスタッフ募集をしていることが多く、結構人気のある職種でもあります。オプションによっては、出席するだけではなく、必要に応じて受付や写真撮影、スピーチまですることもあるそうです。必要スキルとしては、他の参列者にバレないよう振る舞う演技力。他の参列者同様、美味しい食事と引き出物がついて、
日当は1万円から1万5千円ほどとのこと。道端に軍手を落とす仕事。軍手落とし1級の資格や軍手を落とすだけで時給3000円などなど、このバイトはいろいろとまあ突っ込みどころが多いですね。この他にもリモコンを隠す裏バイトや海水浴場に一塾館長を落とす裏バイトがあるそうですが、このような裏バイトに申し込むとおそらく次のような事態になります。バイトの面接会場に行くと作業内容についての説明が行われると思いきや、軍手落とし業務がいかに簡単で儲けられるか、市場が荒らされておらず独占企業のため将来性が無限に明るい、私はこれで成功しマイホームを建てました的なサクセスストーリーをそれなりに盛り上げながら続けた挙句、この業務を開始するに至ってはまず軍手100ケースを購入してくださいという流れになるでしょう。要するにまずは金をよこしやがれということです。応募者の中には素直に従う人間がいたとしても疑問を持ち購入を拒否する人もいます。そんな態度を示した場合、主催者は必ず態度を豹変させ、今やらないで一体どうするんですか、今やらないでいつやるんですか、他にもたくさん応募者がいてあと1時間で打ち切りになりますがあなたはそれで構わないんですか、などなど恫喝と甘いささやきとをミックスさせつつ交互に繰り返していきます。人間はこのような言葉には弱く、落ちる人は落ちてしまうのです。また軍手落としは拳銃など闇取引の際の暗号だという説もありますが、真偽のほどは定かではありません。たとえこのような募集を見たとしても、うまい話には乗らないことが大切です。いかがでしたでしょうか。もっと他のネタが見たいというあなたは当チャンネルをじっくりとご覧くださいね。ご視聴ありがとうございました。ご登録お願いします。